初めに証しをしたいと思います。お祈りいたします。イエス様、ここで証しできる恵みをありがとうございます。聖霊様がご自身に働いて語ってください。イエス様にお願いします。アメン。皆さんこんにちは。オンラインで見ている方はおはようございます。こんばんは。今日で、長崎で礼拝するのは、最後になります。明日の朝、長崎を立って東京に向かいます。大学に行くので、大学東京にあるので東京に向かいます。それで今日が最後なので証しをすることになったんですけども、今僕がすごく感じているのは、神様の恵みというのを深く、学んでいる時です。まず大学に行くことになった経緯を簡単に話そうかなと思います。僕は高校時代から文系とか理系とか決めたり、するのが嫌いで、あと勉強をするにも、なんでこういうことをしないといけないのかとか、そういうことを考える方だったんですね。それで、そういうことをばっか考えていたら、高校の推薦の枠で国際基督教大学という大学に行くことができるよということを聞いて、そのオープンキャンパスに行ったら、すごく僕にぴったりな大学で、それでもう、この大学が俺のためになるんじゃないかなというぐらい感じて、それでもう行こうと思って、その設備っていうよりも、その考え方、スタイルが僕とぴったりだったので、もうここしかないと思ったわけです。でもなかなか不安とかがあって、本当にここでいいのかなとずっと思っていて、言葉とかも、聖書の言葉とかもなかなか来なかったんですけども、受験の日の朝、大学に向かっているバスの中で、御言葉が語られて、私は私の言葉をあなたの口に置くと、そういう言葉が語られたので、もうそれで安心して受験に向かうことができて、そして受験会場では後ろの席の人がクリスチャンで、時は一緒に面接に向かう前に2人でお祈りして面接に向かったりすることができて、それで面接も良くてですね、そういう受験をそれで受験が終わって、合格通知が来た時に、その学費がすごく高いので奨学金を申請していて、与えられなければ、正直行くのは厳しい状況だったんですけれども、その奨学金も与えられて、大学に行くことができるようになりました。で、そこから本当に祝福の連続で、まさしく恵みの連続で、その大学に行く時にもオープンキャンパスに行ったり、受験に行ったり、あと他の用事で、行ったりとか、何回も東京行って帰ってをしたんですけれども、その時にちょうど父親の、その飛行機のカードのポイントがたまっていて、そのポイントだけで乗れたりとか、格安空港じゃなくて JAL に乗ってですね、行ったりとか、ポイントだけで、そういうことがちょうどタイミングよくあってですね、それだけじゃなくて、クラス会を卒業式の後にしようと、で、3000円いると。いや、今の時期に3000円、しかも食事だけで3000円、高いよと思ったんですけれども、その時にちょうど、献金が来て、それで、名車とか歯医者とか交通費とかも必要だったんですけど、それが賄えて、で、ことができました。あと、お年玉が与えられた時もですね、それずいぶん前の話ですけど、お年玉じゃなかったですね、大学の入学祝いである人からお金もらって、で、それを自由研究しないといけない、ちょっと嫌だなと思ったんですけど、したんですよね。そしたら10倍与えられてですね、そしてスーツが必要で、僕スーツとかあんま興味なかったんですけど、でも必要だからということで、両親が祈っていたら、ちょうど全く関係ない人がスーツが必要でしょうということで献金を与えてくれて、そして、東京に向かうときに宅急便で荷物を運ぶんですけど、宅急便が何円ぐらいかかるかと。で、箱も多いので、5000、6000円ぐらいするんじゃないかと。そしたらちょうど献金が来て、タイミングばっちりで来てですね。あと、英語の検定も、リスニングが一問もわからなかったので、適当に丸つけて、あとお祈りしたら、それで通ることができたりとか。そういうことを本当に感じてですね、感謝しています。で、こういうことでも本当に神様の恵みっていうのは実体験としてあるんですけども、僕が今すごく感じるのは、その生まれた時から18年間ずっとクリスチャンホームで育って、長崎教会にでこう過ごしてきて、愛されてきたんだなっていうのをすごく感じるわけです。まずは
教会の方があったから、両親、そして何よりも聖書の言葉を通してイエス様から、また賛美を通して本当に愛されてきたんだなというのを強く感じてきてですね、それを前から当たり前のように受けてきたので、まあ、それが当然だと思っていたんですよね。CS の、あの小学生の時にはその先生に殴りかかったり暴れたり椅子投げたりして、まともに話を聞いたことがないそういう生徒だったんですけど、放置せずに面と向かってこう、まあ、祈ってくれたりして本当に焦れてきたんだなということを強く感じています。本当に感謝しています。もう言葉で表現するのは簡単ですけど本当に、まあ、イエス様に出会えたっていうのを生まれた時から知ってるっていうのは本当に大きい恵みだなということを感じています。それで、この恵みの中で、大学生活も送っていきたいなというふうに思っています。証を超えて終わります。イエス様、本当に神様の恵みありがとうございます。この証の時はありがとうございます。イエス様になってもします。アーメン。特別賛美は通りを聞くだとしてという歌を賛美したいと思います。いや、安らぎの6詩ですね。
主よ用いてください、通りよき管として通りよき管として、感謝します。オンライン会員として行って、まあ、行きましたけど、今回はもう向こうの教会に行きますので、送り出すことになりますので、皆さん一緒に寄っていただきたいと思います。牧師の人で来れる人は来てください、はい、じゃあ、お祈りをしますね。じゃあお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたがこの教会で、献辞式をして、そしてこの教会の多くの方々を通して神様が生きておられること、愛の方であること、そしてこの方は本当にアガペであることを深く教えてくださってありがとうございます。ですが今この地を旅立って、この教会を旅立って安定教会に行って、新しい歩みをしようとしております。大学生活、そして東京での新しい生活、寮生活、そして教会生活、そのすべての上に神様の手を置いてくださって、さらに深くあなたを知り、あなたの愛を知り、あなたの御言葉によって生きることを学んでいくことができるように、神が生きて働く方であり、どんなに愛の方であるかをさらに深く知って、そのあなたに喜んで従って、そのあなたに喜んでついていくものとなることができるように力強く導いてください。高校時代からしておりました福音宣教の働きを教会を土台として安定教会でもなすことができ、どうです様、彼を通してたくさんの方々がイエス・キリストを知り、イエス・キリストに出会い、命に預かることができるように、この終わりの時代に力強く用いてくださることをお願いいたします。お弟子様が伴ってくださって、どんな時にも主を恐れ、主を愛し、主に従うことができるように、神の特別な恵みを持って用いてください。どうぞ御言葉によって彼の心を整え、清め、正し、あなたが愛を持って導いてくださることをお願いいたします。たくさんの方に愛され、たくさんの方を主にあって愛することができるように、聖霊が恵みと愛を持って導いてくださることをお願いいたします。主が使わせてくださいます。主が導かれる場所であなたが伴ってくださって、教会を通して祝福し、またすべての面で祝福してくださることをありがとうございます。私たち喜んで使わします。どうぞ主が特別な恵みを持って導いてください。イエス・キリストの御名によって大学生活を祝福いたします。イエス・キリストの御名によって寮生活を祝福いたします。イエス・キリストの御名によって新しい教会生活、これを祝福いたします。主が伴ってくださって、イエス様は彼を導いてくださることをありがとうございます。アブラハムを導かれたように、この後神が伴って神の導きを表してください。信じてイエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。おめでとうございます。今日愛さん会が午後がありますので、それは3月の、3月の誕生日でいらっしゃいますか。3月誕生日いいですかね。3月洗礼受けられた方多いんですね。今日17日はヒデさんですね。司会されている方ですね。それからあと、百ちゃんも3月でしたね。それからあと、誰でしたっけ。坂上さんも3月でしたね。光さんは今日来てないけど3月ですね。あともう一人いたね。司法に書いてあった。あ、初子さん。初子さんも3月でしたね。日本じゃ言わないんだよね。後で実は私は誕生日だったのになんて言わないでね。あとそれから3月24日、来週の日曜日ですね。なんと坂井牧師夫妻の、坂井兄弟と坂井、牧師の結婚記念日ですね。だからどうぞ今日それも含めてお祝いします。で今日お祝いした上で来週はですね、坂井夫妻はね、皆さんたくさんからかってあげてください、まあ、それとともに彼の今日は井田谷君の最後なので送別会を兼ねて12時からやります。で5時からもインターの方も来られるので、それは5時からインターの方の送別会も含めてやりたいと思っていますので、よろしくお願いします。で、まあ、出られる方がほとんどだと思いますけれども、出られない方もいらっしゃいますので、まあ、牧師としてというよりも父親として一言だけですね。大変お世話になりました。ありがとうございました。まあ、2の時は冷静に淡々と証しをしていましたが、1の時は
ちょっと賛美の時に涙で歌えなくなったんですけども、具体的な歌詞をしてくれてね、CS の先生が面と向かってこう諭してくれてね、叱ってくれて、叱ってくれる人は今少ないですからね、で叱ってくれて、でも次の月にはもう本当にこうなんか優しく迎えてくれて、それが当たり前だと思ってたけども、今、まあ、高校生になってきていろんな大人とかいろんな先生と出会う時に実は当たり前ではないっていうことに気づいたってね、本当に教会で教会クリスチャンホームで生まれてよかったってことをね、まあ、本人は言っておりました。本当に皆さんに心から感謝します。特にあの一番下でですね、もう 親が父親母親も、かっこよければ神様に一生懸命で、悪く言えば、こう子供のことほったらかしてですね、もし教会がなかったら、まあ、どうなっていたんだろうと思いますけども、教会の皆さんに本当に恵まれて、おそらく一の方でオンラインしてると思いますが、もしでオンラインしちゃいけないので、島本さんですね、もっちゃんにお世話になりました。父親として言葉もないぐらい感謝しております。まあ、後で説教ちょっと話しますけれども、本当に受け止めてくれる人がいたので、まあ、彼は神様の愛をこんなに素直に受け取って、高校生ですね、チャペルをしながらイエス様のことを分かち合っていきたいっていう思いを与えられて、まあ、行くことができたんだと思います。本当に心から皆さんに感謝しております。本当にありがとうございました。まあ、これからもですね、また行きますので、まあ、機会があって思い出した時には祈っていただければ嬉しく思います。本当にありがとうございました。感謝いたします。